ミノクリチャンネル。はい、今日もミノクリチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日も開封動画お届けします。よしよし、はい、今日開封するのはこちらです。スノーピークコットハイテンション。体重で座面に心地よいテンションがかかり、スリムに収納。折りたたまれた4本の足を開いて、本体パイプに収納された4本のスライドフレームをシートに通すだけでシンプルなコットが完成。同クラスのコットと比較してグッドスリムに収納でき、持ち運びも楽に行えます。シートはヘビーなポリエステル 600DPVC 加合作用。こちらです。もうラウンジシェルで相当凝りまして、でその後も寒かったんですよね。コールマンで泊まった時もで、なんか地面からの寒さっていうのすごくて、で わけも分からずエアーベッドで寝たら、このベッドの中の空気まで冷たくて、もうやっぱ一番やっぱいろいろ調べるといいのはコットだということで、コットを買いました。今日はこれを開けていきたいと思います。その何かスノーピークなんだろうな。コットハイテンション、結構すごいパイプが出てきましたよ。これほら、じゃじゃん。おお、6キロの重さあるな。6キロの重さあるな。よいしょ、どっちか。おい、6キロ重いな。はい、出てきました、スノーピークコットハイテンション。これが収納のケースですね。と、じゃじゃん。結構重い。開くよこれ。お、簡単に開くぞこれ。簡単に開くぞ。これこう。こう？これだけ？いや、開いたこれ。開いたよこれ。開いたよ。そして伸びる。こう。ここに入れるだけ？これ。あ、開ききっちゃうとダメなのこれ。シートがたるんだ状態だとスムーズにできますよって言ってます。これ伸ばすんだ。おう。出していいのかなこれ、端っこは。これ伸びる。簡単に伸びる。これなんかさ、安いやつだと力入れるのが大変ですとかなんかレビューに書いてあったんだけど、これはいいの。これだけ。この前回とここまで伸びる。はい。こっちも同様にですね。そうすると慣れてないから、僕初めてやってるから、慣れれば簡単なんでしょこれね。どこ持って引っ張ればいいのこれ。もうだからここに入れればいいでしょこれ。映ってますよこれ。ここに入れるんでしょ。ここに入れるんでしょこれ。やりますよやっぱり。簡単これ。こんな簡単にコットができるんですか。できましたよ。ほら。これ簡単。一周しようかこれ。こんななってる。ここは傷つくらしいね、テントだから。これカバーが2000円ぐらいで売ってるらしいから。おお、すごっ
すごいすごい。ではちょっと初音、初音です。初音ミク。おお、広いな結構。幅があるな。楽々だこれ。ちょっとすっぽりすっぽり、ちょうどいいですよこれ。うわ気持ちいい。これあったかそうだ、これだったら。素晴らしいじゃないですかこれ。さあではこのコット畳んでいきたいと思います。畳むのはどうすればいいのか、こうやって結構ワンタッチに近いあれですね。どこでいいんだろう。全然重くないわ。はい、ということです。ミノクリチャンネル。